はい、イメタチャンネルです。今日はお知らせです。ね、八尾でね、当社家族会開催します。八尾のホットケーキの会。これが7月22日月曜日に、開催しますね。今までね、YouTube で取り上げてなかったんですよ。ね、それはやっぱり取り上げたらね、遠い方も来るんちゃうかな思ってね、気の毒やな思ってね、その当事者会いうのは、2時間ぐらいのね、そういう会なんで、そのためにわざわざね、交通費や時間割いて来てもらうの悪いなぁ思ってね、今まではちょっと控えてたんですけどね。で、それがなんで YouTube で今回言うかと言ったら、僕自身が大阪から名古屋の当事者会に行ったんですよ。近鉄日野という、ね、いう電車に、これちょっと乗りたい気持ちもあって、ね、名古屋の、B 型作業所ドリーム伏見、ね、そこへ行ってきました。で、なぜ行ったかというと、こう YouTube ライブやってて、でライブの中でなんか話が当事者会が名古屋であるとなんか聞いて、で主先生ね、 YouTube やってる主先生が行きますよってライブ中に多分コメントくれたと思うんですよ。で、僕も主先生に会いたいし、でそれ主催してんのがズーミーさんね、ズーミーさんも YouTube やってるんでね。でその後早知さんも来るということになって、これ真剣に考えなあかんわって言ってね、でもう行くことに決めて火の鳥で名古屋まで行って、でそこにはね、片虫 YouTuber の会のメンバーのひろきさん、世界が逆さまのひろきさん、もう当日まで来んの知らんかってね、行ってズーミーさんが、世界が逆さまさん来ますよって言って、ってな、たまたまなんか奥さんの実家が岐阜の方にあって、でちょっと岐阜から名古屋って、隣同士なんで、1時間かそのぐらいで来れるんかな、でそれでなんか参加するって急遽決まったんか、前から決まってたんか知らないけど、僕は知らなかったんで、でやっぱりね、その当事者の生の声をやっぱ聞いたらね、これ2時間かけて行ってよかったなあいうね、そういう気持ちになったんですよ。だから、ホットケーキの会にも全国から来てほしいなと思って、動画撮ってますね。交通費もね、遠かったらかかるしね、時間もかかるやろうし、でまた一人やったら不安やろうってね、思ってる方もいると思うしけどね、一人で不安な方はね、ヘルパーさんとかね、もしか一緒に来れるんだったらね、いいんですけどね。そういうことでね、今回ね、来週の22日もう1週間ほどしかないんですけど告知します。ね、この空いたスペースにチラシ貼っときますんで、今回来れなくてもまた来月再来月で毎月あるんでね、合わせて、来週来なくてもまたいつかね、会える日を楽しみにしてます。でそのたんび
YouTube でこう、いついつのチラシ貼りますんで、またよかったらね、電話でもね、あの、ハートフル病院のそこのセラピストさんが、の会を応援してくれてやってますんで、まあ、そちらに連絡してもらったらありがたいですね。コメント欄でもね、参加しますっていう人おれば、まあ僕からそちらに連絡することも全然可能なんで、またよかったら検討してください。では次回の動画で会いましょう。バイバイ。